こんにちは、ゆきです。今日は中国語文法レッスン第46課。今日の内容はこちら。ちょうどいいを表す正好。ほぼ同じを表す差不動。今回のレッスン内容を身につければ、以下のような日常をよく使う表現ができるようになります。僕の誕生日ちょうど土曜日だからパーティーできるね。 先週末はちょうど天気が良かったから子供たち連れて出かけたの。私といとこは年が同じくらいだからよく一緒に遊ぶ。ミンと俺は身長が同じくらいなんだ。さあ今日はですね、チュンハオこれを見たいと思います。このチュンハオというのはタイミングとか程度がですね、適切であったりちょうどいい ということを表します。まあ、日本語では、ちょうどいいとか、ぴったしというように訳されますね。えー、例えば、僕の誕生日は、ちょうど日曜日だから、パーティーができるねという時に、しょう 我生日正好是礼拜天。可以开个派对了。派对。というのが、パーティーです。はい。これが、パーティーのことですね。で、ここに正好があります。僕の誕生日ですね。ちょうど、日曜日なんだと。まあ、この、ぐというのは、数字ですね。特に訳さなくてもいいんですけど、まあ、中国語の場合はですね、この間にぐとか、数字を入れることが多いですね。まあか なくてもいいですよ。クイ、カイ、パイ、ドエラーでもいいですけど、カイ、パイ、ドエラー。これは、口語の時にはよく、まつけますね。は、う、い、ん。パーティーができるよ。ということですね。リバイ、天ン。は日曜日ですね。リバイ、ルーでもいいですよ。リバイというのは、まあ、お祈りをするという意味なんですね。まあ、例えば、キリスト教とかでは日曜日はお祈りをする日ですよね。神様に。なので、リバイ、天ということですね。天ン神様にお祈りすると。は、う、い、ん。なので、リバイ、天と言います。 例えば、台湾とかですね、キリスト教徒の方、クリスチャンの方が多いのでですね、2倍を使う人が多いそうですね。例えば、他にはですね、例えば、ジョルとかでもいいですけどね、新地とか、新地ルール、新地県でもいいんですけどね。はい。まあ、こんな感じですね。この場合はですね、時間がちょうどいいときですよね。時間がちょうどいいと。では、程度がちょうどいいときはどうでしょうか。例えば、先週末は、 天気がちょうどよかったから子どもたちを連れて出かけたのよという時これですね上週末天気正好先週ですね先週末 天気がちょうどよかったと。正好。はい。お題、ハイズムン。えー、は連れて行くですね。ハイズムむんですから、まあ、何か言っると。服すけとですね。中中はュ,ュワンュュというのは出かけると。わんですか遊びに行ったと。まあ、出かけたってことですね。はい。シャも天気正好。お題、ハ子ズ中中はュといった感じですね。はい。これは、程度がちょうどいいと。天気の程度がちょうどいいと。ちょうどいい天気だったと。天気がよかったってことですね。はい。なので、 まあここでもを使うことができます。ではこれもですね、例文を見てニュアンスをつかみましょう。どうぞ。我生日正好是星期六，可以开个派对了。我生日正好是星期六，可以开个派对了。上周末天气正好，我带孩子们出去玩了。 上周末天气正好，我带孩子们出去玩了。明天正好我休息，要不要出去玩？明天正好我休息，要不要出去玩？爸爸的工作时间正好是白天，晚上他可以陪我们。 バイテンというのは昼間です。ペというのは付きあうとか一緒にいるという意味ですね。なので、お父さんの仕事はちょうど昼間だから、夜は僕たちに付きあってくれる。僕たちと一緒にいてくれるといった感じですね。小明的生日礼物、正好是他想要的鞋子。 小明的生日礼物正好是他想要的鞋子。我们去迪士尼的时候人不多，正好可以玩很多游戏。我们去迪士尼的时候人不多，正好可以玩很多游戏。迪士尼というのはディズニーランドです。僕たちがディズニーランドに行った時 人が多くなくて、ちょうどたくさんのアトラクションで遊ぶことができたといった感じですね。太陽これは太陽です。 昨日、水泳に行った時、天気がとちょうどよくて太陽も大きかった。太陽変だっていうのは、まあ、暖かかったとか暑かったっていった感じですね。下班的時候正好雨停了、可以走回去了。下班の時刻、正午雨停了、可以走回去了。 放学後我遇到了小李我们正好一起回家了放学ウ我遇到了小李、ン・ハウ・イチ・ヒ・ウォイ・ジャっラ。ファン・シュエホウ、ウォー・ユー・ダー・レ・シャオ・リ、ウォーマン・チュン・ファン・シエホウ、ウォー・ユー・ダー・レ・シャオ・リ、ウォーマン・チュン・ハウィチーラ。ユー・ダーというど一緒に帰ってきたといった感じですね。ね放 さあ、続いては、チャーブド。チャーブドというのは、以前も登場しましたね。これは、ほとんど同じということを表すんでした。これもですね、程度を表すとき、違いが小さいとか、あとは、ほとんど同じというときには、これもですね、使うことができます。チャーというのは、その違いですね、差ですね。で、これがブド多くないと。 違いが大きくないということですね。なので、まあ、ほとんど同じといった感じです。例えば、僕と、ミンの、僕とミンちゃんの身長はほとんど同じだ、というときに、こうなります。こうなります。こうののは身長のことです。 これが、チャブドとほとんど同じということですね。差が小さいということですね。身長ほとんど同じだよっていった感じです。このようにですね、チャブドというのは形容詞として使うんですね。はい。このチャブドの場合はですね、否定はしないですね。ここにブがありますから、ブーチャブドとか名誉チャブドという言い方はないです。はい。同じじゃないときには、まあ、違うというときには、ブーイヤンを使います。うですね。第四世ですから、これが、 第2にすするんですよね。V-Y-AN と、はい。これは同じじゃないというときに使いますじゃあこのチャウドもです、ね、例文で見てみましょうよしお和小明的身高差不多我和小明的身高差不多这只狗的颜色和那只猫的颜色差不多

表弟和我年龄差不多，我们常常一起玩。表弟和我年龄差不多，我们常常一起玩。表弟というのはいとこですね。まあ自分より年下の男の子がいとこ。表弟ですね、弟弟ですね。表弟はもう年年差ぶどですから、いとこと僕の年齢はほとんど同じなんだと。

我的画和你的画颜色用的差不多。我的画和你的画颜色用的差不多。话というのは絵ですね。我的话和你的画ですから、僕の絵と君の絵は色、元素出色ですね。色使いがほとんど同じだねそんな感じです。 这两家餐厅的味道差不多，你可以随便选一家。这两家餐厅的味道差不多，你可以随便选一家。餐厅というのはレストランですね。味道これ味です。なのでこの二つのレストランは味はほとんど同じだから、シュビンシイジャーですから。イジャーのジャーというのはレストラン、餐厅の数字ですね。

水卵がありますね。水卵。但是、これは何々だけれどもといった感じですね。A ローというのは A 塔ですね。日本語で言うと。A 塔の量と B 塔の量は、完全は部屋です。部屋の大きさがほとんど同じだけれど、B 塔の価格がちょっと高いといった感じです。我の鞋子和你の鞋子、颜色差不多、但是牌子不一样。 样牌子不一樣牌というのはブランドのことです。お店のブランドとかですね。なので、私ダシエズ、ハニというのは靴ですね。僕の靴と君の靴は、颜色はサー、チ色はほとんど同じだけど、ブランドが違うねといった感じです。さあ、これがですね、今日の文法になります。まあ、二つだけでしたね。一つは、正好 あとは、チャブドでした。正好というのは、ちょうどいいとかですね。ぴったし。程度とか時間がちょうどいいという時に使うんでしたね。紹介したのが、例えば僕の誕生日は、ちょうど日曜日だから、パーティーができるねと。おだしョ日。正好是新地点。日曜日。ちょうど日曜日と。だから、可以、会が、派对ドイラですね。派对ドイラ、パーティーでしたね。はい。で、これはまあ時間的にちょうどいいと。 程度がちょうどいい時には、先週末は天気がちょうどよかったから、子供たちを連れて出かけたのと。え、シャン・ジョモー、シャンですね。シャンがジョモーでも同じですね。シャンがついたら上ですね。先週になるわけですね。はい。シャン・ジョモー、天気正好。天気がちょうどよかった。はい。お、大、ハイズメン。チューチュー連れて行くですね。出去玩というのは、まあ、遊びに行くということですね。はい。 このように、ぴったしとかちょうどいいといった訳され方をします。続いては、差ャーでしたね。これほとんど同じと、まあ。差が少ないってことですね。ぶどうなんですね。はい。これはそうでしたね。僕とミンちゃんの身長はほぼ同じだと。おはしゃみんだ、しゅんがャーはい。僕と小民のんだ、は身長ですね。身長はほとんど同じだと差が少ないよ。といった感じです。はい。これが2つの今日の文法でした。これもですね、例文数、例文集でですね、その会話の中で

支付宝是吧？扫这个好了。好的。这怎么卖？五块一斤。那给我两斤吧。这葡萄甜不甜？特别甜。你可以试试。哦，甜哦。那还加这个吧。好的。还要什么吗？就这样吧。多少钱？正好三十。支付宝是吧？扫这个好了。好的。 ジェズママエ。ズママエというのはどうやって売るのという意味ですけど、まあ、ニュアンスとしてはいくらといった感じです。お店で量り売りするときとか、聞きますね。果物を買うときとか、ズママエって聞きますね。ウクワイイジン。ウクっていうのは5元ですね。5元100円くらいです。イジンというのは、ジンというのは 500g の単位をイジンと言います。中国ではこのジンを使うことが多いですね。 なので、2つですね。リアンジンであれば1キロになるわけですね。この場合は5 0 0ムで5元です。なん、ゲオリアン,ンジンバ、リアンジンですね。2の時はリアンになるんでしたね。リアンジンですから1キロ、1キロちょうだいと。じゃ、葡萄。葡萄はブドウです。甜不甜。甘いの音。特别甜。超甘いよと。你可以シシ、えー。食べてごらんと。 まあ果物屋ではよく聞くしているんですよ。てんてんって。お店の人はほうてんって言いますけどね。でも、あの、味見させてくれたりしますね。ちょっと食べてみないよ、と。まあ、勝手に食べる人もいますけどね。<laughs> おうてんお甘い。と。なあ、はいじゃちゅうがば。じゃあ、ゃあこのぶどうももらうよと。はだ、はやうしま、はまほかには何かいると。じょうじゃんば。じょうじゃんばっていうのは、まあ、これでいいよ。と。これで十分です。といった感じですね。どうしたチェちん。いくらですね。

那我正好有个朋友在教中文呢，这样啊，好巧啊，我可以介绍给你啊，哇，太好了，那我推你他微信哦，你先加我好了，好的，那我扫你。你是来中国旅游的吗？没有，我是专门来中国学习中文的。那我正好有个朋友在教中文呢，这样啊，好巧啊。 我可以介绍给你啊。哇、太好了。那我推你他微信哦。你先加我好了。好的、那我扫你。你是来中国旅的吗是、動画ありますね。調でしたね。中国に旅行に来たのと。没有、違うよ。我是专门来中国学习中文的。专门というのは、まあ、そのためにといった感じです。わざわざみたいな感じですね。なので、中国には中国語を勉強に来たんですよ。と なお、那我正好、有个朋友在教中文な。あ、それなら、正好ありますね。ちょうど、私に知り上げるのよ、と。在教中文ですから、中国語教えている知り上げるのと。じゃあ、あ、そうなんだ。好桥は、好桥っていうのは、偶然だね、とか、奇遇だね、といった感じです。我可以介紹给你や、紹介してあげるよ、と。おわ、太好啦、やった、ですね。なお、退位に他微信を。 お問いにというのは推薦するとか送るということですね。ターウェイシンはたダウェイシン。ウェイシンは WeChat ですね。じゃあ、あの、彼女の WeChat の ID を送るよと。WeChat、まあの中では、その、ID を送るっていうか、その、なんていうんですかね、名刺を送るっていう機能がありまして、まあ、それをですね、送ることができるんですね。じゃじゃあ、なんと先に私の WeChat を追加してちょうだいと。じゃあというのは追加するという感じです。SNS とかで。

没事，没多少钱呢。不过我让你打车有点不好意思呢。没事，不要太客气了。我们四个人打车过去吧。四个人的话，正好打一辆车就好了。正好，你有打车 A P P 吗？我有，我打吧，钱我付，A A 好了。没事，没多少钱呢。

医療っていうのは、まあ、一台っていうことです。医ンは、車ですね。超の数字です。だというのは、まあ、タクシーを呼ぶとか、タクシーを拾うという動詞です。なので、えー、4人なら、ちょうど一台でいいねってった感じですね。正好、ありますね。ちょうどだね。ぴったしだね、と。にをだ、超 APP ま。APP っていうのは、アプリのことでしたね。中国では APP と言います。はい。およ、おたば。 うん、あるよ、おだばというのはだあちょうですね。ちょ、僕が呼ぶよと。チェンと。うん。お金俺が払うよと。ええ、はわら。ええ、ええというのは割り勘のことを言います。ええ、もしくはえいえ、ええ、じゅなんて言い方します。めいしょ、めとしゃをチェなん。うん。大丈夫だよと。めとしゃをチェというのはいくらでもないよと言った感じです。僕を、でも、おらんにだあちょう。 ですね、タクシー呼んでもらうのは、より不好意思なちょっとなんか申し訳ないなと没事不要太客气了そんなす。よりも早く口うのはまあそんなになんてうんですか、ね、気にしないでみたいな感じですね。ね日本語ですとしたら気にしないでみたいな感じです。けど、まあ水臭いなみたいな感じです。 明年穿正好，他长得好快呢，过了几个月就可以穿的吧，是吗？但是你看，大这么多的呀，你想想，他现在穿的衣服能穿几个月？也是哦，我上个月买的已经有点紧了。他吃的多，睡的也多，长得好快的，是不是过几个月我抱不动了呢？ 也有可能啊。你给我儿子买的衣服现在有点大，明年穿正好。他长得好快呢，过了几个月就可以穿的吧？是吗？但是你看，大这么多的呀。你想想，他现在穿的衣服能穿几个月？也是哦，我上个月买的已经有点紧了。他吃的多。 睡的也多，长得好快的，是不是过几个月我抱不动了呢？也有可能啊。你给我儿子买的衣服，息子服、现在有点大，今もうちょ大き明年穿正好，来年いい他长得好快呢。 ジャンダハクワイというのは、成長するです。ジャンと成長ですね。成長すごく早いんだから、ゴラジがええ、ちょくえい、あと数ヶ月したらすぐ着られるわよ。チュというのは、服を着るとか意味ですねあの。中国の場合はズボンもチュですね。日本語だとはくと着るで分けますけど、中国の場合はチュも全部チになります。シマ、ま、そうかなと。但是你看でもちょっと見てよ。とだ、チュマ、どうだな、ね。だ、チュマ、どうだや。 こんなに大きいよって言った感じですね。に想想、んしゃん、考えてごらんなさいよと。他現在穿でいふう、能穿几个月今着てる服は、あと何ヶ月着てると思ってんのと。いよ、それもそうだねと。おしんがいえ、まえいじよでんじんら。うん。先月買った服は、もうすでにちょっときつきつよと。じんっていうのはきついっていう感じです。たしだと、しゅだえど。たしだと、他 たくさん食べるし、睡眠をたくさん寝るし、长得は快だ、すぐ成長するよ、すぐ大きくなるよ、すぐ是,是、ご几个月おばおぶどんらや、すぐし、何々じゃないのって感じですね。ご几个月、数ヶ月後には抱動、抱不ぶ抱っていうのは抱っこするですね。ぶどですから、抱っこできなくなるんじゃないっていった感じです。えよく、なが、そうかもね、ですね。 去石七家或者吉野家，都差不多的嘛。哪个近就去哪个吧，距离也差不多呢。那哪个便宜就去哪个吧，价格也差不多呢。我要吃咖喱饭，哪家有咖喱饭？我查一下。去石七家或者吉野家，都差不多的嘛。哪个近就去哪个吧，距离也差不多呢。 那哪个便宜就去哪个吧，价格也差不多呢。我要吃咖喱饭，哪家有咖喱饭？我查一下。十几家ゃです。焼肉の,の日本の,のお店ですね。或者これは吉野家ですね。吉野は漢字,漢字同じですね。 ほとんどん同じなんじゃないと。ナーガジンジョチュナーガバー。ナーガジンジョやりましたね。二、えー、つの疑問詞の間に上があると、その疑問詞の意味ではないんですね。まあ、近いとこに行こうよって意味ですね。距離リーへ差不多な距離も同じくらいなんだよと。なーガピエイジョチュじゃあ安い方に行こうよと。ジャガへ差不多な値段もほとんど同じなのよと。差不多なのよと。 我要吃咖喱饭、欸、哪家有咖喱饭咖喱饭就是カレーライスです。我查一下你在找我吗对啊你来得正好。我电脑出问题了你帮我看看吧。好啊你先重启一下吧。我先上个厕所。好的。 重启是吧？我看看哪里出毛病了，感觉还好啊，好像重启了就没事了，就这么简单吗？是哦，有些问题重启了就会解决的，我记住了，以后还出问题的话，第一时间重启试试。你在找我吗？对啊，你来的正好，我电脑出问题了。 你帮我看看吧。好啊，你先重启一下吧。我先上个厕所。好的，重启是吧？我看看哪里出毛病了。感觉还好啊。好像重启了就没事了。就这么简单吗？是哦，有些问题重启了就会解决的。我记住了，以后还出问题的话，第一时间重启试试。 じゃあ、おま、じっていうの探すです、ね、ね、のことんのサガセたと。どや、そうだよ、いら、じゃえ、ちょうどいと時に来てくれたわ、とうの、う、まあ、う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 、とう、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 でう、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  先、まあ、先,ですから先に、先に、先に、先、う、に、ん、先に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 てて、先に、先に、先に、先先に、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 先先先、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  マオピンというのは不具合のことです。まあ、トゥーベンティ、トゥーマオピン、同じような意味ですね。どこがちょっとおかしいんだよと。ガンチはいはい。そんな感じじゃないけど、大丈夫な感じだけどですね。はしゃんン、チョちチちょチョシャーラ、ハワそんな感じですね。なので、再起動したらなんか治ったみたいといっ,った感じです。ちょチュウジェンダーマー、こんな簡単なのようそうだよ 有些问题重启了、就、会、解決的。ね。いくつかの問題というのは、再起動すれば、解決するもんなんだよ、と。お、地中了、分かった、覚えとくわ、と。以後、早く出るべんちは、これから、また何か不具合が出たら、第一次间重启试试。第一次间というのは、最初にですね。重启试试ですから。じゃあ、最初に、再起動してみるわ、といった感じです。 你天天在跟表姐出去玩啊，关系这么好？是啊，我们俩年龄差不多嘛，从小就一起呢。表妹呢？你不跟她玩吗？她比我小十二岁，年龄差距有点大，没什么好聊的。那你和表姐聊什么呢？就是相亲啊、结婚啊那些事情。每个年龄段有不同的烦恼啊，哈哈。 你天天在跟表姐出去玩啊，关系这么好？是啊，我们俩年龄差不多嘛，从小就一起呢。表妹呢？你不跟她玩吗？她比我小十二岁，年龄差距有点大，没什么好聊的。那你和表姐聊什么呢？就是相亲啊、结婚啊那些事情。每个年龄段有不同的烦恼啊，哈哈。 に天天在跟表姐出出玩。ン天天は毎日でしたね。表姐というのはいとこですね。自分より年齢が高い、年齢が上の女性は表姐ですね。お姉さんですね。じじえということですね。出出玩ですから、いつもそのい,いとこのお姉さんとい遊びに行ってるわね、と。ご安心、ジュマハはそんなに関係がいいんだ。まあ、そんなに仲がいいんだ、ってった感じですね。<laughs> 是啊、そうなの。おめりゃ、え、ね。 お我りゃ、この俩、発音は俩っていうんですけどね、两个と同じです。俩ということがあります。ね、お我りゃ年齢差不多嘛、まうん。年齢がほとんど同じじゃない。从小就一位な。子供の時から一緒にいるのよと。表妹な。じゃあ、いとこは、いとこの妹の子ですね。妹ちゃんはと。僕願、他はま、一緒に遊ばないのと。他比我小12歳。 私より12歳年下よと。年齢差距年齢差値有点大。ちょっと年齢差がありすぎるのよと。めしも好きで話すこともないし、話題がないのといった感じですね。なに表姐であしのな何和表姐でしるなじゃあ、君とそのお姉さんは何話すのと。就是、相亲、あ、结婚、あ、なしゃしちん。え、就是というのは、まあ、説明するときですね。 シャはお見合いです。お見合いとか、結婚が結婚こと,とか、那,那些事情というのはそういったことといった感じです。メガ年齢とは、メガ年齢とは、よ不同な烦恼は、メガ年齢とはというのは、年齢ごとにですね。うん。年齢ごとに、よ不等な全く違ったファン恼、悩みがあるのよと。まあ 年齢によって悩みって違うもんなのよっていった感じですね。お姉さんと年齢が同じだからその悩みが合うっていったニュアンスですね。差不多十二点了，早点睡吧。已经十二点了呀，感觉我刚下班回来呢。你回来已经九点了呢，那回来才三个小时啊。我的自由时间也差不多，吃饭就没了。最近你都加班？ 在公司的时间也很长哦，不要太累啊。嗯，没办法，加班什么的我自己也决定不了。可以考虑换工作啊。再说吧。差不多十二点了，早点睡吧。已经十二点了呀，感觉我刚下班回来呢。你回来已经九点了呢，那回来才三个小时啊。 我的自由时间也差不多，吃饭就没了。最近你都加班，在公司的时间也很长哦，不要太累啊。嗯，没办法，加班什么的，我自己也决定不了。可以考虑换工作，再说吧。差不多十二点了，早点睡吧。十二时だよとね、差不多点てもうもうそろそ感觉ですね。 早点睡えば早く寝なさいよと。いじんしゅわでんや。もう十二時なのと。かんじゅえをがんしゃーばんが。感んじゅえをがんしゃーばんほえらいな。うんじゅえというのはそんな感じがするですね。かんしゃーばんというのは、今、退、う、勤、ん、して帰ったばかりのような気がするよって感じですね。まあ、時間が過ぎるのが早いです。にほえらいな。にほえらいじんじょうでんらな。あなた帰ってきた時にはすでに、 9時だったわと。なあ、ほえらいさん。なあ、ほえらいさい3ゃ小時は。じゃ、帰ってきてまだ3時間かと。おだ自由時間や差不多吃、吃飯ちょめいら。俺の自由時間もですね。うん、差不多ですから、ほとんど。差不多、吃飯ちょめいら。ご飯食べたらほとんどなくなっちゃうよと。差不多っていら、まぁそんなもんだ、みたいな感じですね。につい。えー、ついじに、どうちゃばん。 ジャパン。最近、あなたはいつも、ね、ジャパンというのは残業ですね。残業して。在公司的時間也很长哦。長会社にいる時間もすごく長いわね。不要太累や。もうそんな疲れすぎちゃだめよと。一生懸命やりすぎるもんじゃないわよと。うん、滅賀。まあ、しょうがないんだよと。加班什么だ。我自己は決定不了了 ジャバンシュマダオズジェジュエリンブリアラとかそういったことは自分では決められないからねと。クエイカウリュウ、ホンゴンゾだからちょっと考えてみたらって言った感じです。ホン作、ンゾンっていうのはまあンはカえるですね。ホン作ですから転勤ですね。転職か。 転職ですね。転職も考えてみたら、仕事を変えることを考えてみたらですね。在庄場。在庄というのは後で考えるよと。まあ、その時考えるよと。まあ、今は考えないということですね。はい。これもよく使います。在庄場というのはまあ先に伸ばすですね。さあ皆さんお疲れ様でした。はい。今日はこの2つの文法でしたね。例文集の中にたくさん今までの文法とかも入れてあります。あと会話形式なので、ぜひ。 これをですね、何度も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 シャドリーイングしてですね、その会話のニュアンスをですね、つかんでください。毎回、まあ、ご紹介しましたが、メルマガですね、ぜひ登録してください。メルマガではま勉強情報とかいろいろな新しい情報は全てメルマガで発信されます。ブログがあります。その例文集の中の単語とか単語リスト、そういったものは全てブログの中でチェックしてください。ここに入ってます。合わせて勉強すると、理解力がどん,どんどんどん高まります。はい。 では、少しでも勉強になりましたらグッドボタンお願いします。それからチャンネル登録まだの人はチャンネル登録お願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。